はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日は機動戦士ガンダム戦記、ロストボークロニクル、こちらのプレイステーション2版の方をやっていきたいと思います。以前プレイステーション3版のガンダムサイドストーリーズに収録されているこちらのタイトルはやったんですけど、まあその時はね、あのゲームいろんな作品がね、一本のソフトに入ってるということで、このロストクルニクルに関してはめちゃくちゃステージ数も少なくて、まあほんとざっくりとした内容となってましたんでね、この一本のソフトに入ってるやつはちゃんとボリュームがあるんじゃないかなということでやってみたいと思います。まあ前にムービー集作ったんですけど、その時はね、まあ友人だったり、まあ兄弟だったりもプレイしちゃったりしてて、まああんまり個人的にね、全部しっかりプレイしたっていうわけじゃないので、まあほぼ内容も忘れてるし、まあ操作も全部やったわけじゃないっていうので、まあほぼ初見に近い形でプレイできるんじゃないかなと思います。まあ主に私前やった時、ちょっとジオン編多めに自分がやってたんで、ちょっと全く触らなかった連邦編の方をやっていこうかなと思います。さあそれでは、今回、プレイステーション2版機動戦士ガンダム戦記連邦軍編やっていきたいと思います。それではスタートです。はじめまして、この部隊のオペレーターを務めるノエル・アンダーソン伍長です。隊長もすでにご存知かと思いますが、簡単に部隊の説明をさせていただきます。部隊の設立目的はモビルスーツによる実戦データの収集です。よって様々な戦場、あらゆる敵との戦闘任務が課せられることとなります。構成スタッフですが、司令官にあたるのがジョン・コーウェン准将、そして隊長のサポートをするパイロットはライトウィングがラリー・ラドリー将尉、レフトウィングがアニッシュ・ロフマン総長です。二人とも頼りになる敏腕のパイロットです。ジオンから地球を守るため、一緒に頑張りましょう。それでは、出撃ミッションを選んでください。さあやってっか。クラスはいきなり少尉からか。最後の方になると確か大佐とか慣れてたんじゃなかったかな。階級上がっていくはずでしたね、確か。今回オデッサ作戦発動のための陽動作戦からやっていきましょう。ヨーロッパで行われる大規模反攻作戦オデッサ作戦の陽動が今回のミッションです。現在多くの部隊がヨーロッパの集結ポイントに向けて出撃準備中です。各部隊が移動を開始した際、敵に集結ポイントおよび攻撃目標を特定されないよう、世界各地で陽動作戦が展開されます。我々はカナダにて敵の哨戒部隊を奇襲します。あくまでも陽動が目的ですので、一定時間の戦闘後、戦闘エリアを離脱することも許可されています。撤退は部隊の損耗を考慮し、隊長の判断で行ってください。さあそれではやっていきましょう。今回はオデッサ作戦のための陽動作戦ですね。まあしかし今はこうプレイでねやってみようと始めましたけど、やっぱ昔のゲームといっても音声とかはやっぱいいですね。さあ頑張ってやっていこう。ミッション内容を考慮して登場するモビルスーツを決めてください。あ、こんな感じだったな。そういや3機編成で、で味方の機体を変えれるんでしたね。一人ガンタンクにしてやろうかな。このガンタンク見てしまうとな、前にやったねガンダムの実写ゲームのせいで全然違うものは頭に浮かんじゃうんですよね。まあみんなもこの姿見たらもうこれしか浮かばないでしょ。おいみんな、俺はまだ外にいるんだぜ。置いてきぼりにするつもりじゃないだろうな。ん、なんだ今のは。攻撃を受けたのか。ちょっと待て、何か赤い光が。うわー、ホワイトベースカイガンダムやられちまう。リュウ、いやまあとりあえず1機だけガンタンクしてやりましょう。でレフトウィングの方をハイパーバズーカに変えていってやるか。よし、これでいこう。モビルスーツ隊出撃です。
ね、この出撃シーン。なんか発信シーンって感じじゃないけどどしどし歩いてったな。あれ今思ったけど、このなんかイラストというか、これ多分あの他のゲームのオープニングでしたよね。ジオニックロンドじゃないかな、違ったかな。戦闘エリアに入りました。十分注意してください。ジオンの奴ら、連邦のモビルスーツ乗り全部が素人だなんて思うなよ。さあやってくぜラリー少尉、こういう時こそ焦りは禁物ですよ。お、もう見えたな、なんか見えたぞ、あっちだ。操作忘れてくからな。L2 でロックオンだな。んで四角で射撃、三角で格闘だな。よし、もう倒したね一気。おお、すげえ速さでステップしてきたな。いましたよ隊長、敵です。あんまり好き放題やってるとな。さあ私はスプレーガンを使っていくぜ。早いな。いただきだ。この頃から格闘が確か三連撃みたいなことになったのかな。後々出てくるね、ガンダムゲームとかにこうどんどん近くなってるなって感じだね。よっしゃよっしゃ。いやね、この一個前のソフトが確かジオニックロンドだったんで、やっぱその分ね、すごいあのここから劇的に変わったんですね確か。まあまあラリー少尉、デビル将軍の悪口はやばいですって。さあ敵はどこだ。次は向こうか。だいたいこっちの方向でいいかな、うん、このまま向かってきゃえそうだ。まあ、今回ステージ一つだけねやっていきたいと思います。あの時間のない時にプレイするゲームとしてねちょっと考えてますので。敵を見つけた。あんまり好き放題やってるとな。ミッシュ機、機体損傷。あ、うん、大丈夫か味方が。こちらアリッシュ、敵を見つけた。さあ、いきなりグフがもう初登場してくるっていうね。こちらアリ、敵撃破。こちらアリッシュ、敵を見つけた。さあ、ザクを潰すぜ。あんまり好き放題やってるとな。隊長機被弾。あらららまずい。作成コードには支障なしです。そういや丸ボタンでシールドでこうやってガードしながらいけるんだった。ガードしながら飛んで、さあ撃っていくぜ。任務達成。戦闘エリアからの撤退が許可されました。もう逃げていいのか。後の判断は隊長にお任せします。あ、この音楽がいいな。 BGM かっこいい。作戦成功です。隊長やりましたね。撤退じゃなくて全滅させてやったわ。ガンダムちゃんと活躍したんだろうか。お疲れ様でした。帰還してください。まあ最初だしね、久々だからこんなもんでしょう。作戦成功です。ご苦労様でした。次の出撃までゆっくり休んでください。新たなモビルスーツが配備されました。作戦に合わせて有効に活用してください。早いな、もうもらえるの新しいの。それでは出撃ミッションを選んでください。さあ今日は2つだけやっていこうかな。1つはちょっと短すぎるよな。2つ目もやっていこう。今度はオデッサ作戦後方支援任務。今度はヨーロッパの山岳か。オデッサ作戦に参加予定のビッグトレー級陸戦艇が1隻、エンジン不調により後方の補給基地にて修理を行っています。このビッグトレーはデビル将軍の乗艦しているバターン号の同型艦であり、オデッサ作戦実行時には司令中継点として機能するとともに、バターン号の影武者となる重要な機体です。しかし現在補給基地に駐屯していた主力部隊はオデッサ作戦参加のためすでに出撃しており、残っている守備隊だけでは敵の襲撃があった場合ビッグトレイを護衛することは不可能です。今回のミッションはビッグトレイの護衛を第一目標とし、敵部隊の襲撃があった場合これを殲滅することが目的となります。
はい、それじゃあね、今回は護衛ということですね。オデッサ作戦のために手薄になったところに、まあ、ビッグトレイ護衛しなきゃいけないのに敵部隊が来てしまったら護衛しきれないのでこっちに来たって感じですな。ミッション内容を考慮して登場するモビルスーツを決めてください。さあ、新しいのが来てるな。タイプ D とか書いてある。マシンガンもあるけど、まあ、ビームでいいだろう。ガンタンクはちょっと一気連れてっか。やっぱ一人マシンガン系にしてやろう。よし、これでいこう。モビルスーツ隊出撃です。どうかご無事で。なんかやっぱこれ何回見ても発信心っぽくないな。敵部隊接近中。戦闘態勢。ビッグトレーに敵を近づけないようにしてください。両サイドから来てんな。さっさと片付けてしまおうか。俺はやりますよ。やりますとも。こうやって建物に乗れるのもいいね。来てる。で、R2 でこうやってスペシャルアタックっていうのが使えるので、溜めて、と、あら、外した。あんまり好き放題やってるとな。あとヘビーアタックっていうのがありますね。こんな風にタックルですね。さあ、一気にダウン奪って射撃もぶち込んでと。さあ、今回はこのステージはしっかりこの R2 の、コマンドとかをしっかり使っていきたいですね。これならいけるか。さあ、倒したかな。さあ、中が壊されてるな。防衛目標は敵の攻撃を受けています。こちらアリス、敵を撃破。よし、いいぞ。こちらラリー、俺の腕を見せてやるよ。さあ、目標のビッグトレーンのところに敵が迫ってる。防衛目標は敵の攻撃を受けています。はいはいはい、守りますよ。よし、OK。 爆風食らっちゃった。さあ、敵はまだいるな。そろそろ倒せてもいいんだけどな。よし、倒したか。こういう時は丸ボタンを押してしっかりシールド上ガードだ。気をつけて。おいおい、ジオンに兵なすったら嘘だな。結構いるな、まだ。まあまあ、ラリー将尉、三方向から来やがる。将軍の悪口はやばいですって。まずはこちらから行くか。これならヘビーアタック。いいよ、この調子だ。あとは射撃で倒すか。で、何にもないときはしっかりガードした方がいいですね。爆風も食らうかもしれないし、見てないところから弾を撃たれてる可能性もあるから。いましたよ。いた、こっちだ。あ、逃げられちゃうな。ビッグトレーに向かってるな、こいつ。おっと、ドームじゃないか。さすがに強いな。当てても当てても。あ、やべ、向こうもヘビーアタックしてきやがった。ほら、お返しだ。なぜガードして。さあ、他はこちらラリー敵撃破。こちらラリー敵を捕捉。さあ、スペシャルアタック。あら、その前に倒しちゃった。敵撃破。この分なら楽勝だな。うっす、これにて終了っと。お疲れ様でした。帰還してください。結構派手に基地壊されちまったな。今回は成績いいんじゃないかな。操作にさすがに慣れてきたぞ。そうでもなかった。ランク結構厳しいな、評価。作戦成功です。ご苦労様でした。次の出撃までゆっくり休んでください。新たなモビルスーツが配備されました。作戦に合わせて有効に活用してください。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。とりあえずね、懐かしのゲーム2つステージクリアしてみました。まあ、今後もね、また時間のちょっとないような時にね、このゲームなら短い時間でプレイできますんで、まあ、ちょっとやっていこうかなと思います。
それでは今日はここまで、それでは皆さんまたよかったら見に来てください。失礼します。